さあ両者の対戦はこれから5年前の2018年カオス以来になります。スーパーワンダというワンマッチでの対戦です。あの時は椿原が判定で勝っています。さあそれでは放送席コメンタリーご紹介いたしましょう。佐藤義弘さん、そして矢子由紀さんです。お二方よろしくお願いいたします。お願いします。さあ5年ぶりの再戦になりましたが、佐藤さん、はい、楽しみな一戦になりました。そうですね。ラウンド1、はい、さあまた第一ラウンドです。勝利へ向けてのポイントは佐藤さんどのあたりと見ますか？お互いのスピードがあってこうアウトボクシング得意なので、はい、まあ、噛み合うと思いますよ。噛み合いますか、はい、お互い平子さん似たタイプと見ていらっしゃいますか？そうですよね、まあ、森坂選手地元っていうこともあって、はい、もしかするといつもよりも回るかもしれませんね。回りますかね。舞うか魅惑のブルーバタフライ森坂陸か、それとも何話の侍現在連敗中の椿原達也か。椿原選手のスピードは一級品ですからね。いやそうですよね。はい、森坂選手もう叩き上げなんで、本当強豪としのぎを削って削って、はい、でそこからチャンピオン、クラッシュのチャンピオンになりましたからね。そうですよね。あ、クラッシュのチャンピオンとなってそのプライドを持って故郷凱旋です。森坂陸32戦目を迎えています。一方の椿原達也は21戦目、連敗中で今日の一戦を迎えることになりました。まあ、平子さん相当な思いが椿原ありますよね。そうですよね、まあ、椿原選手もポテンシャルは大天才のもの持ってますから、はい、どっかで一個スコーンと抜ければね、また勢いに乗るでしょうから、試合が決まって本当によかった、よし試合ができると、そういう思いの中で入っていきたいというふうに椿原は話します。抜群のテクニック、試合巧者、ボレボレするようなステップワークがあります。まあ、あとは椿原の場合は佐藤さん前に出てしっかりと印象付けられるかどうか、このあたりのポイントですかね。そうですね、あのアウトボクシングしながらでもやっぱり攻撃を当てた方が勝つので、まあ、どこで当てていくか、はい、出るかですね。前蹴り、森坂陸は第7代クラッシュフェザー級チャンピオンとなっての今日、バックハンド、バックブローがあります。そう、回転技を得意としています。バックスピンキックを持っているという森坂陸です。少し前に出始めました両者です。左、森坂が圧力をかけ始めましたね。そうですね、先にお互い強くなっていると椿原話します。強く、そしてたくましくなって、一回り大きくなって今日を迎えることになりました。実に5年ぶりに2人が相まみえます。さあ最初2分間が経過しました。あと1分、森坂ここまでうまく戦ってますよ。うまく戦ってますか、はい、余裕を見せながらという森坂リフ、飛んできましたブルーバタフライ、うん、ですよね、回転系の選手はリズムに乗らせると嫌な動きしますからね、調子には乗らせたくないというところになります、ね、ここまでの佐藤さん、椿原の動きはいかがでしょうか？椿原はまだ様子を見てますね、まあ、この久しぶりの対戦相手がどうやってくるのか、はい、チャンピオンになって絶対強くなってるんで、森坂が連続攻撃、最後は右の背を合わせた。お互い5年前は体がまだ出来上がっていない時期に戦った、それだけに今回は全く違う印象になってくるというふうに椿原達也は話しています。さあ標識になります。舞台は横浜武道館、森坂陸の故郷での一戦になっています。森坂陸と椿原達也の第一ラウンドが終了しました。平子さんは第一ラウンド3分間全体的な印象はどういうふうに見えましたか？でも椿原選手すごくクレーバーに森坂選手の動きをまずは見てたっていう印象ですね。椿原はまあ距離間合いも測りながらというところでしょうかね、佐藤さん。そうですね、まあ、離れて戦いたがっているは戦ってますね、はい、まあ、でも、まあ、様子見てたんで、まあ、こう次のラウンドからじゃないですかね、はい、森坂陸は2011年 K-1 グループ参戦、今日が椿原とのリベンジマッチです。これまでは軍事、この椿原、新見、東馬、この辺りを戦いながらもう一歩届かなかったというこのフェザー級のトップ戦線、そこに入ってくることができるかどうかです。セコンドセコンド、トップ戦線に食い込んでいくための重要な2人の一戦、椿原と森坂陸、ターゲットはただ一人、王者軍事対等。さあ第2ラウンドのスタートです。左のジャブ、左のリード、左サークリングは椿原達也、右のローは森坂陸、蹴りで合わせてこようというのは森坂陸です。うん、この左、いいですよ、椿原の。そうですね、うまい指し方ですか。左のジャブ、左ストレートですね、
最後アッパーを入れようとした右の範囲は森さん、少し距離感佐藤さん変わってきましたか。距離感はそこまで変わってないんですけど、あの椿原がその森坂が出てくるところに対してカウントを合わせるようになってきますね、はい、1ラウンド目で動きを見てたんじゃないですか。なるほど、左おっと、この時あの椿原カウント合わせてくると思うんで、はい、森坂はその先をどう乗り越えるかですよね、ここボディ膝を入れようとした。森坂が動くとそこに平子さん合わせてくるという椿原の第2ラウンドですね、前足とかね、はい、出鼻くじかれるとやりづらいですよね、はい、第4代 K-1 ワールドグランプリフェザー級のチャンピオンです。前出た、K-1 甲子園でもチャンピオンとなりました。叩き上げです。アマチュアチャレンジ A クラスでも頂点を取っています。回転攻撃きました。これが森坂陸の代名詞、得意のバックブローがありました。森坂はあの緩急つくんですよね、軽く蹴りを打ったかと思いきや、ああやってバックブローでしっかり体重乗せて打ってくる、この辺りは読みづらさはありますか。読みづらいですよ、はい、慣れて こないですよね、はい、撹乱されちゃう、まさに惑わしてくるという魅惑のブルーバタフライで す、ね、森坂陸、本当その通りですね、はい、さあ第2ラウンドも残すあと1分、右のミドルを入れていったのは森坂陸、いやはり胸体仕込みです。そこに合わせていくことを椿原です。連打投げていきます。ここ2戦は先を見過ぎてしまったというふうに椿原達也は話します。森坂クラッシュチャンピオン、挑戦する気持ちで今回はリングに立つと話しました。あとはスタミナという点では椿原達也はどうか。左が2つです。森坂30秒切ります。左で差し合う、左にフック、かなり打撃では佐藤さん椿原狙っては来てますよね、はい、まあ、ヒットした椿原ですね、気持ちは感じます。前に出る、現在連敗中、下水界なにわの侍椿原達也が森坂陸を追うようにして最後は蹴りでした。まあ、第2ラウンドに関しては平子さん、椿原達也の積極性も見られましたね。徐々にギアが上がってきているように見えましたね、なんか3ラウンドを見据えて上げてきているかのような、なるほどそんな形にも見えます、これから5年前、2人は19歳と20歳でした。まあ、また体の出来なども佐藤さん違う状況での対戦になりますよね。まあそうですね、まあ、お互い得意技は同じにしてももう威力だとかバランスとかは全然違うでしょうからね、はい、椿原に関しては森坂はスピードとテクニックが当時から段違いに速かった、素晴らしい、今はそこに比べてフィジカルとパワーがついていると分析しています。それと同時に自分もフィジカルパワーがかなりついてきている、そこには自信確信があります。森坂陸は現在5連勝中、好調で迎える横浜故郷での一戦です。クラッシュのタイトルマッチから3ヶ月、タイトルスケジュールの中で戦う25歳、椿原達也と森坂陸、さあ最終第3ラウンドです。ここで決着あるか。打撃を入れていきます。椿原前を図る、前に森坂陸、椿原と前に出てきます。左のボディフック、森坂そこに合わせてきます。椿原です。もういい左、これですね、効果的で2つ当てた、右フック。椿原の打撃の迫力という点では平子さんどうですか、印象は変わってきましたか。でまたちょっとね、一段階重みを増したような感じがしますね。はい、前蹴り、森坂もよく返してますよね。そうですね、膝からの左で左で刺す。椿原のこの前蹴りとこの左のジャブ、ストレート、はい、厄介ですねこれ、やはり、外から見てる見た目以上に打たれている森坂は嫌なんですよね、はい、そうですか、はい、さあどちらがポイントを上回っているか。ここまでこれいいですね、はい、そこに左を入れようとするのは椿原、
まあ、この辺り前蹴りに関してもやりづらさを感じますね、森坂陸はね。さあ、いよいよこれからは最終第3ラウンドの後半へと向かっていきます。5年ぶりの再戦です。椿原達也、森坂陸、スーパーファイト K1 フェザー級での再戦。前回はスーパーバンタムでの初対決でした。あの時は判定で椿原が勝利しています。ワンツー、森坂左のフックボディ、うまく回避する椿原です。ノード空手ベースが椿原、一方ムエタイ仕込み、ムエタイベースが森坂です。前に出てプレッシャーをかけてきたのは森坂陸です。まあ、サークリングしていくのが椿原達也、膝も使おうとする椿原。右、どうですかね佐藤さん、ここは印象としては2人の方がどうですかね。あ、でもこのラウンドは椿原が下がりながらうまく戦ってますよ。特に左ですよね。そうですね、左やっぱですね、膝もいいです。膝ボディ効いていないぞと森坂陸、右フック。さあ、ここから的確に捉えていく森坂陸です。平子さん、森坂としてもポイントは取っておきたいですね。そうですよね、ただ、近づいた時に膝嫌ですよね。左に上がった、森坂下がった、血が流れる、左に鼻、バカのブロー来た。さあ、椿原気持ちを見せます。ここで最終第3ラウンドが終了しました。森坂陸と椿原達也の5年ぶりの再戦は第3ラウンドが終了して決着はつかず、さあ判定へと向かっていきます。椿原と森坂がトップ戦線へ食い込んでいくための重要な一戦です。さあ判定です。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ西村30対28、赤椿原。まずは椿原になります。ジャッジ岡田30対28、赤椿原。椿原に入りました。ジャッジ豊永30対29、赤椿原。以上判定3点になりまして、勝者赤コーナー椿原達也。椿原達也ついに連敗ストップ。森坂陸との5年ぶりの再戦、判定3対0で下しました。今一度ベルトへ向かって宇田級元チャンピオンの意地があります。今回は横浜でクラッシュフェザーの現チャンピオン森坂陸を下しています。まあ、平子さん、先ほどの椿原の表情、ほっとしたというような表情でしたね。そうですね、なんか下がりどころと出どころのタイミング、リズムの取り方が本当にうまいですよね。やっぱり、なんかそういう自分のなりの中感覚を取り戻したんじゃないでしょうかね。なるほど、佐藤さん、まあ、椿原がもう一度ベルトへ向かっていく、このあたり非常に注目されますね。そうですね、本当この連敗をまずは脱出できたってことが、まあ、椿原選手にとって大きな自信になるんじゃないですかね。あの強い巧みな椿原が再び戻ってくることになるんでしょうか、フェザー級戦線です。佐藤さん、このフェザー級のトップ戦線はどう見ていらっしゃいますか。あ、すみません、もう一回お願いします。あ、この階級に関してはどういうふうにトップ戦線をご覧になってますか。はい、あ、そうですね、もう本当に郡司選手筆頭に、はい、まあ、タレント揃いなんで、まあ、これ椿原選手もう一回ね、タイトル戦線、もう必ず絡んで取れる選手なので、はいはい、またも上がってくるでしょうね。そうですね、森坂陸はこの K1 グループ連勝が5で止まったということになりました。クラッシュのタイトルマッチから3ヶ月、この短いスパンの中でリングに上がりました。今日は椿原達也に判定3対0で森坂陸が敗れています。この今回のラウンドがあれば絶対に笑わないですね。そうですね、ずっと無表情のまま、なかなかどうですかね、椿原がちょっと喜びづらさもありますか。ちょっと焦ってますよね、顔が、俺だけ笑っとるやんって顔してる、はい、いわゆる平子さん、シュールな絵ですね。そうですね、なかなか見れない、ラウンドガールは映画すごい、ミーガンのミーガンガールズの皆さんが揃って椿原達也を囲んでいます。まあ、前に出てくる時の前蹴りと先ほどの膝、はい、
この膝蹴りもあの歩くような左膝なんですよ。歩くような、まず最初左足が前 で、はい、で右足を一歩前に出すような感じにしてそのまま左膝を打つ、まあ、ムエタイとかでもよくあるんですけど、はい、この辺りの間合いというのはスパキャラさすがですけど絶妙ですよね。絶妙ですか、はい、さあ今一度トップ戦線へ、そして頂上へ、なにわの侍月神館月神会スパキャラ達也が連敗ストップ、この横浜で森坂陸を下しています。